亀戸餃子本店。亀戸餃子は東京都江東区に本店を置く飲食店。食事のメニューは餃子のみである。亀戸餃子は亀戸駅付近に本店を構える餃子専門店であり、錦市町、両国、大島に支店を置く。亀戸餃子本店は料理としては餃子のみを提供しており、ライスなど他の食事を注文することはできない。ただし、ビールを筆頭に、 日本酒、焼酎、中国酒、ソフトドリンクなど飲み物は多くのメニューが存在する。雑誌、飲食店経営は中華料理店のビジネスについて客単価の工程と品目数の高をもとに4つに分類して分析した際にメニューを絞り込んで客回転で勝負する業態の代表例の一つとして亀戸餃子を挙げている。着席すると自動的に 餃子二皿の注文が確定し、まずは一皿五つの餃子が置かれた後、客が食べ終わりつつある頃に、二皿目が提供される。以降は、希望に応じて皿が運ばれ、また、三皿目を注文すると、もやしの皿がサービスとして出される。店全体では、1日あたり6000から1万個丁の餃子を販売している。餃子の皮は自家製であり、製造は機械化されている。 工場で蒸した餃子を箱詰めにして店内に運び、一つあたり十皿、分五十個を焼くことのできる鉄板を三つ用いて、店内で焼いている。主要な具材は、キャベツ、豚肉、生姜、ニンニク、ニラ、玉ねぎである。これらの材料はすべて国産であり、群馬県妻ま井村のキャベツや青森県のニンニクなどを使っているとされる。一つの餃子に、 肉の量に対して野菜が2倍と野菜の量が多くなっており、量を食べやすく、また健康的なものとなるように工夫しているという。調味料としては、醤油、酢ラー油に加えて他の店と異なり、マスタードを置いている点に特徴がある。醤油や酢は、料亭で用いられる高級品を用いているとともに、自家製のラー油を1ヶ月で1斗缶2本分消費している。 亀戸餃子金市庁支店の餃子。亀戸餃子は1955年1月30日に創業した。当時は餃子がまだ一般的な食べ物ではない時代であり、亀戸餃子の提供する餃子も創業当初は入手可能な7種類の野菜のみを具材としていたが、肉が不足しているとして必ずしも好評ではなかったという。かつては野菜を刻むところから手作業で始まっており、 いわゆる、金の卵を住人卿を雇って作っていた。1970年代半ばからは機械化が進み、工場で餃子を蒸す作業を実施することで、価格の上昇を防いでいる。以前は持ち帰り客は10分の1程度だったものの、その後、テフロン加工の調理道具が一般化することで、自宅で調理しやすくなったことから、持ち帰り客が増加している傾向にある。ありがとうございます。